はいどうも白滝です。今回はですね、明日にイベントがね更新されるということで、明日イベ予想とガチャ予想の方をねしていこうかなと思います。その前にですね、昨日3月1日にイベントプロスピフェスタが更新されました。このですね、プロスピフェスタ3月23日に開催するグランドオープンにかなり重要ということで、昨日ね攻略動画出したんですけれども、見てない方ぜひともね概要欄の URL から飛んでください。ということで、フェスタのねチケットかなり集めたということで、福引き引いていきましょう。はい、ということでイベント画面の方に来たんですけれども、839枚かな、集めました。演出スキップでねバン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 やっていこうかな。多分ねカットカットしてると思います。まあ、重要なところね、 S ランクが出るのか出ないのか、まあ、800枚を、引きまして、結構ねツイッターのリプ欄見ても750枚かな、まあ、それぐらいで、出ましたとか140枚ぐらいで出ましたが、結構ねあのリプ欄ではまあ200いいねぐらいかな、それぐらいのリプランで8人いました。まあそんなにね S ランクは出ないんで、まあ、でも B ラン契約書今は結構順調やね、2枚目と、まあ、B ラン契約書ね育成今後ですね 1.8 倍かなあると思うんで、まあそこでも育成は多分されると思いむなんでめちゃめちゃ噛む思うので、まあそこでね育成してください。チャンスタイムね、超チャンスタイム、超チャンスタイムから S ランクね結構出やすいとは言われているんですけれども、あんま出ないよ。あー来るのか来ないのか、まあ、S ランクよりね正直エナジーというより B ランク A ランクが欲しいよ。 A ランク B ランクグランドオープンの時あの4分の1かな、チーム A であれば、チーム S もそうなんですけれども、限界突破の選手がね欲しいんですよ。抑えの選手、増田選手がね来てほしい。抑え枠のねベスト9タイトルホルダースアレスさんが獲得できたんで、いやー来ないかな。前回のねフェスチケット回したんですけれども、その時 S ランクは来ませんでした。でもね前々回かな、1年前か2年前に S ランクは出ました。まあ、それ以降出ていないので、今年出てほしいよね。2021年一発目銀玉出てほしい、ぜひとも銀の玉。さあー出るか。おでも B ランク結構いいよ、かなり出てるんじゃないのかなと。結構ねチャンスタイムとか超チャンスタイムの時ではなく、普通にねこの連打してる時にボロッとね金玉が出るんで、さあチャンスタイム来るのか。おお2回連続 A ランク。このですねクロスピースターなんですけども、どれぐらいのエナジーを使ったのか、初期のねエナジー数に関してなんですけども、多分ね画像貼ってあると思います。今ちょっとね計算できないんでテロップでね補足されているかと。いやチャンスタイム来ました。おお A ランク、 S ランク欲しい、ナイスランク。このですねプロスペースターなんですけれども、1年前ね動画投稿した時かな、フェスタをですね5000枚集めるというね狂気なことしておりまして、いや今でもねその動画は非公開になってるんですけれども、5000枚集めてた時期があったとか、さすがにえぐい。しかも5000枚集めたのに S ランク1枚も出ませんでした。いやあれはなんでやろ、なんで5000枚も集めるそんな体力があったのか。累計ねこれ400枚なんですけども、累計はね達成しました。残る400枚で S ランクがね出るのか出ないのか。まあ今ね、フェスタはですね試練かな、試練であればあのエナジーはね返ってこないんですけれども、まあ副産物としてねプロスフェスタでエナジー返ってくるんで、試練は今回し時やね。チャンスタイム来ました。金玉ポロッと出ないかな、金玉チャンスタイム頼むて。エナジーも結構もらえるね、いいよ。育成もできて、お3連チャエナジー、コインもねもらえるんで、あと何だっけ、スカウトピー使う C ランク以上か、あれも全然来ていないんですけれども、いつ来るんやろ。やばい 334 S チケット334エナジー数2枚、3枚目、3個目、
このですねプロスペースはね、まあ、4年前からあるんですけれども、未だにね10連機能がないんですよ。いや10連機能マーケットはね一応10連機能ついたんですけれども、ランダムボックスレスターもつかないのかな。これ一発一発楽しんでいくという楽しみを運営が考えているのかな。これ出ないね。金玉、金玉出ない。 S ラン契約書エナジーは結構出ているかな、体感的には。さあまあ A ランク1枚か、結構出ないね、まあ、出ないのが当たり前か。 S ランク出たらラッキー程度と。もうでもそろそろ出てもいいんやけどね。1年ぶりくらいにポロッと出ないですか、コナミさん。あとまだ超チャン、おー超チャンスタイムもうまだ来てないで、超チャンスタイム100枚切りました。フェスチケット100枚切ってアイスランク最後出すのか、すべてを持っていくのか。やばい出ないか、これ800枚か出ないか。でも B 結構出てるね。また走らなあかんね、フェスチケット。試練ねちょっと特殊能力上げたいんで、まあ、試練あとは走ろうかな。残りの1日は V ロードさっきまで走ってたんで、ということで終了しました。800枚消費で S ランクはです A が2枚で B が10枚ぐらいかな、まあ、こういった結果になりました。一括受け取りの方ねしていきたいんですけども、すべてね V ロードで、やりました。試練はね一切やっていません。多分ね初期の頃のエナジー数ね画像貼ってあると思うんですけれども、まあ、テロップでね計算されていると思います。今現在が1369エナジーは V ロードとデイリーミッションとあとはログインボーナスかな、それにて170エナジー返ってきました。どれぐらいね、使っているのかはテロップ書いてあると思います。プロスピフェス800枚回し、 B ラン契約書はですね20枚獲得しまして、 A ランクが2枚になります。20枚に獲得していました。はい、ということで昨日に撮影編集した動画を見てもらいます。どうぞ。さあ行くぞ。はい、ということでこの動画はですね3月1日月曜に撮影した動画でして、前日で見てもらったのは3月2日に撮影編集した動画になります。ということで明日にねイベントガチャが更新されるということで、明日イベ&ガチャ予想していこうかなと。お知らせの方をね見ていくんですけれども、3月1日にイベントクロスフェスタが開催されました。これがですね3月3日水曜の14時59分に終了します。そして今現在ねベスト9タイトルホルダー第3弾が登場しているんですけども、中身の方を見ますと下の方にね3月3日水曜の14時59分までガチャが開催されています。明日はですねイベントとガチャが同時に終了するというね形になっているんですけども、明日何が来るのか、予想としては OB 第5弾と予想をしました。一応ですね去年の例になるんですけれども、2020年3月4日から3月6日に、ね、プロスピフェスタの2日間が開催されていました。そしてその2日間のフェスタが3月6日に終了したんですけども、その後何が来たのか、2020年3月6日に OB 第5弾が登場しました。去年のこの時期こういった流れがあったんですけれども、今現在もですね同じような流れできているであれば、同じようなね流れきているので、まあ OB 第5弾がね3月3日に来るんじゃないのかなと。あとはですね3月3日に来ないと3月23日グランドオープン、スケジュールがねかなり詰まってしまうということもあるので、まあ3日と予想しました。明日の更新は OB 第5弾とね予想したんですけども、じゃあ一体にどんなイベントが来るのか、こちらねランキングイベント一覧になります。ランキングイベントに関してなんですけども、月に1回ということで、まあ、2019年10月に必勝でアニバーサリーのランキングがありました。11月ターニングポイントでバッティングトラベラーと2回ね来ていました。2019年のラスト12月は応援団、2020年に突入しまして1月必勝アリーナ、2月なんですけれども、これはねベスト9タイトルホルダーがあったということで、ありませんでした。3月になるんですけども OB 系の最終弾ではネットスタジアムが登場、4月になるんですけども、ここから TS というねセレクションに切り替わります。4月はターニングポイント、5月はバッティングトラベラー、そして6月がプロスピ応援団、7月ね見ていきたいんですけども必勝アリーナで、8月がネットスタジアム、9月がターニングポイント、このターニングポイントは外国人 OB で登場していました。10月になるんですけども、去年ねアニバーサリーのランキングがあったんですけども、今年からアニバのねランキングはなくなりました。そして11月ね応援団が来まして、12月バッティングトラベラーと OB 第3弾でネットスタジアム、
2021年突入しまし、1月はなしで2月が必勝アリーナ。 OB 第5弾は奇数弾ということでパーセンテージがあるイベントになります。このパーセンテージがあるイベントは3つしかありません。ターニングポイント、クロスピ応援団、ネットスタジアム、この3つの中から登場します。あともう一つね、考えられるのが新イベントなんですけども、この時期にさすがに新イベントは来ないんじゃないのかなと、既存のイベントで登場するんじゃないのかなと考えています。そしてイベントとして何を予想したのか、パーセンテージがあるイベントで最近ね、ネットスタジアム、クロスピ応援団が11月に登場。そのですね、3つの中から一番古いね、パーセンテージがあるイベントはターニングポイント、ターニングポイントとイベントね、予想しました。はい、ということで明日イベ予想でした。動画のね、序盤でも告知していると思うんですけども、2本目ね、今日出すので、ぜひともね、それ重要な情報なんで見てください。ぜひともですね、高評価、チャンネル登録、通知音、ベルマークボタン、コメントしてもらいまして、明日ですね、 OB 第5弾が来ればガチャとね、選手紹介していくので、ぜひとも見てもらいたいな。ということで今回は以上。